ハレルヤありがとうございます。お産なナセイの美しい賛美に感謝いたします。また、えー、ヘプシバ賛美チームにも心から感謝します。今日私はヨハネの目白く21章2節の御言葉を通して、夫のために着飾った教会という題目で御言葉を語りたいと思います。えー、今日の本文は、新しいエルサレムに関する内容であります。新しいエルサレムが、 天から降りてきたんですけれどもそれが神父がですね夫のために着飾ったようであったと語っていますキリストの神父は教会であります教会がキリストの神父です今日私は夫のために着飾った教会という題名で御言葉を語りたいと思いますこの世の中で一番美しい人は誰でしょうかそれは本人の えー、結婚式の時神父着飾った神父が一番美しいと言われています今日の本文を見ると教会が新しいエルサレムが、えー、結婚式の時に着飾った花嫁のように準備するそういう姿を、えー、表していますねエペソ5章31節から32節を見ると、えー、人は、えー 父母を離れてその妻と結ばれ2人の者は一体となるべきだと語っています。これは創世記2章でですね、アダムとエヴァが一体となる、夫婦となる、えー、その時に与えられた御言葉と同じです。そして、ペソ5章32節を見ると、この奥義は大きいと語っていますね。それはキリストと教会とを指していると語っています。 男と女が結婚して一体となることがキリストと教会の関係を語っていると言われているんです。これはどういうことかというと、イエス様が天の座を捨てて、神様の,その全ての栄光を捨てて、この世に来られた理由について語っておられるわけです。この教会のために、私たちのために、私たちと結婚するために、天からこの地へと来られたと語っているわけです。ですから、 教会は世界で一番美しい場所であります。教会がキリストの神父であるためですね。教会はこの世の中の良心だとも言います。良心。良い心ですね。教会がなくなれば、この世の中から良心がなくなってしまいます。この堕落した世の中は継続して罪に溺れていくわけです。また、教会は この世の中の希望であるとも言います。教会がなければ希望がないわけですね。また、教会はこの世の中に建てられた神様の家だと語られています。神様に出会うことができる唯一の場所が教会なわけです。出世時プトキ25章22節を見ると、そこで私はあなたと出会うと語っておられます。 そのところで私はあなたに会うんだとそのそこというところが幕屋だったんですね幕屋その幕屋が聖殿となり宮となりまたその宮がイエス・キリストを示しているわけですそれが私たち今ここにいる教会なわけですイエス様が天に昇られてからはキリストの体になる教会として建て上げられたわけですよね この場所が神様に出会う場所なわけです。教会がこの世の中にあるキリストの体です。キリストの体、ここで御言葉を受け、罪の許しを受け、義人として、信徒として生まれ変わる場所がこの教会なわけです。ですから、教会がなければ罪の問題を解決することもできません。救いを受けることもできないということです。この世の中で、 どこにいてイエス・キリストについて学ぶことはできるんですか聖書をしっかりと教える正しく教える教会に行かなければキリストに出会うことはできません今はですねこの世の中に聖書を教えない教会も多くありますそれは問題なんですけれども最後の時聖書の御言葉をしっかりと正しく教えるその教会ではイエス・キリストに出会い また救いを受ける道が開かれるということを聖書は語っておられます。ですから、教会が重要なわけです。今この世の中にある地上の教会は、私たちの結婚式に向かって歩んでいる教会であります。では、神父が結婚のために準備をすべきなんですね。どうやって準備をすべきでしょうかその準備について今日の本文では、 着飾ることであると語っています。着飾ること。一つ目に、着飾るという単語の意味について見てみたいと思います。今日の本文では、着飾ったと語っていますけれども、ギリシャ語ではコスメオという単語です。コスメオ。この単語の意味、単語の語源はですね、コスモスという単語から来ました。コスモス、皆さん聞いたことがあると思いますけれども、 花の名前ではなくコスモスというのは宇宙、世界、世の中を意味する単語です。このコスモスという単語は宇宙という単語の前にもともとのその意味は秩序という意味があります。秩序、秩序があると。なぜこの世の中が秩序があるというコスモスと語ったかというと神様が この宇宙万物を秩序に従って創造されたからこそこのコスモスという単語が使われたわけです。その単語からコスメオという単語が来ました。それは、えー、整理する、整頓するという意味があります。コスメオは整理する、整頓する。ですからこの聞かざるというのは秩序をまた整えるということです。秩序を整える。教会がキリストの神父として 聞飾る方法は何かというと神様の秩序をしっかりと正しく整えることそれが聞かざることなんです神様は秩序ある方であります創世石衣章を見ると神様が創造される前はどのような状態でしたか地は形なく虚なしく闇が淵の表にあったと語っていますよねしかし 創造されれてからは秩序が現れたわけですそして創世紀2章1節を見ると完成した世界について「版章」と語っていますね「万章」天と地とすべての「万章」が完成したとこの「万章」というのはサバーと言いますヘブル語でサバーこれは軍隊という意味です「軍隊」軍隊,軍隊のように秩序のある 場所となったと語っているわけです。万物は堕落していなかったため神様の御言葉に従順するわけです。光があれと言った時に光がありましたよね。必ず従順するわけです。その秩序ある世界ですね。今日の本文で記録されているこの「コスメを」という単語も軍隊を結集する時。 統治するときに使う単語がこのコスメをという単語でした。面白いですね。神父が聞かざることを語るにもかかわらず、軍事用語を使っておられるわけです。面白いですね。キリストの神父というのは、軍隊のように秩序のあるときに一番美しいと語られているわけです。しかし、その反対に。 キリストの神父である新しいエルサレムの他にもですね、着飾った女についてヨハネの目白録に記録されています。それがヨハネの目白録17章4節にあるミダな女です。このミダな女は、このコスメオという単語を使わず、飾るという単語のクリソオ,オという単語が使われています。クリソオ。 この単語の意味が何かというと、えー、塗る、覆うという意味があります。えー、例えば、あるものに金の色を覆うという意味なんですね。ですから、外側だけ、外見だけを着飾ることを意味するわけです。外と中身が違うことを意味します。教会は夫のために着飾りました。しかし、このみだらな女は、 騙すすために着飾るわけですねこの堕落した世の中に神様が創造された秩序が崩れたためこの世の中に教会を建てられその秩序をまた回復させようとしておられるわけです。また私たち個人にとってもですね創造の秩序があります。その秩序は何かというと人は霊と肉と魂があるわけです。 霊と魂と肉があると。私たちの霊は神様の霊を受けることができる器であります。人の霊というのは神様の霊を受けることのできる器です。では想像の秩序は何かというと、私たちの霊が神様の霊を受けて、その霊が私たちの魂、心ですね。そして全てを統治して、結局はその 魂が私たちの肉をも統治することそれが創造の秩序なわけですしかし堕落した人間はその秩序が崩れているわけですね私たちの神様の霊が私たちを治めるのではなくて心の中にある本能が罪が私たちを治めるわけです統治するんですね自分の思い勝手に動くわけですそれが創造の秩序が崩れている状態です ラテヤ章17節を見るとなぜなら肉の欲するところは御霊に反しまた御霊たの欲するところは肉に反するからであるこうして2つのものは互いに相逆らいその結果あなた方は自分でしようと思うことがすることができないようになると語っていますねこれは私たちの思い通りにならないということですなぜでしょうかその理由は堕落したからなんですね この秩序が回復することを聞かざることだとそれが一番重要であり美しい姿であると語っておられるわけですまた大きな2番目に神様は内面的に聞かざることを求めておられます内面的に聞かざること第一ペテロ3章3節から4節を見ると あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなくむしろ入和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持ちなさいと語っていますね心の中入和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持ちまた心の中の隠れた人柄を語りなさいと語っています そうやって飾ることが神様の前に価値のあるものであると語っていますね。価値のあるものだと。ですから私たちはこの朽ちることのないものを持つこと、また外見的な、外面的なものではなく、内面的なものを飾らなければいけないと語っているんです。これは外面的に飾らないと、飾ってはいけないということではないわけです。私たちは神様の前に来るときにきれいに着飾ってくるわけですよね。 皆さん美しいです。そのように神様の前に礼拝するときに化粧をしたりとかいろいろと着飾ってくるわけです。韓国のことわざの中でも家と女は飾らなければいけないと語ります。私たちは外面的なことを集中することが多いんですけれどもしかしそうであってはいけません。この世の中の世中人は 外面的なことだけを気にしますそれで世の中では最近性系中毒があると言います中毒私たちは外見を飾ることも必要ですけれども神様はそれよりもそれよりも一番重要な神様に求めておられる着飾りをしなさいと語っておられるわけです。 ですから、誰のために聞かざるべきかを悟らなければいけません。今日の本文では、夫のために聞かざるべきだと語っておられますよね。その夫はイエス・キリストです。神様は確かに、外見ではなく、私たちの中身を見られる方だと語られていますよね。ですから、夫のために聞かざるためには、イエス・キリストのために飾るためには、外見よりも、 私たちの心の中私たちの霊と魂を聞かざることが重要だということです。ですから内面的なもの朽ちないもののために聞かざることが必要なわけです。世の中では朽ちるもの腐るもののために聞かざっています。ローマ1章23節では不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥や獣 這うものの形に似たものと変えてしまいましたと語っています。また第一コリント九章二十五節では、朽ちる冠を受けるために争っていると語っています。しかし私たちは口ない冠を受けるためにそうするのであると、努力するのであると語っていますね。では内面的な着飾りはどうやってするべきでしょうか私たちはまず、 私たちの霊と魂を聞かずらなければいけません。マタイ25章7節を見ると、えー、中人の乙女についての、えー、比喩が出てきますよね。資料深い女と、えー、また資料の浅い女たちが出てきますけれども、その新郎が来たという言葉を聞いてしましたか。マタイ25章7節を見ると、 その時乙女たちは皆起きてそれぞれ明かりを整えたと語っていますね。この明かり灯火しというのは聖書では人の魂を意味しています。明かり灯火しというのは人の魂を意味しています。信玄20章27節を見ると人の魂は主の灯火しであると語っておられます。そしてえこの準備するという単語は、えー コスメオという単語同じ単語が使われていますですから明かりを整えると整頓するとですから私たちの霊と魂を整えなければいけないということですその同じ表現が旧約で出てくるんですけれども祭司がその幕屋の中に入って金の食台がありましたけれどもその食台を朝夜いつも点検しました その、えー、点検をする時に使われた単語がこれと同じ単語が使われているんですね。祭司がいつこの金の食材を点,、えー、点検したかというと聖膜幕屋に入っていくと鉱、えー、を炊く祭壇がありまたパンの机がありましたねそして食材があるんですけれどもまず最初香を炊いてそしてその次に 金の食材に、えー、行って食材がちゃんと整えられているのかを点検するわけです。それが出エジプト記30章7節に記録されていますね。アロンが朝ごとにともしびを整えたと語っています。香ばしい燻香を炊くときにともしびを整えたと。ともしびを整えるときに燻香を炊いたと語っています。これはどういうことかというと。えー 香りというのは信徒の祈りです。香り、勲行というものは祈りなんですね。信徒の祈りが昇っていくように、その香りが、その祈りを意味しているんですけれども、それはどういうことかと。私たちが祈る時に私たちの友魂を点検しなければいけないことを意味しています。祈ることが私たちの 霊と魂の灯火を整えることなんです。ですから私たちはいつも祈らなければいけません。朝、夜、いつも祈るわけです。そして絶やさずに、絶えることなく祈りなさいと語られましたよね。またサムエル・上12章23節では祈ることをやめることも主の前に罪であると語っています。サムエルが語りましたよね。私はあなた方のために祈ることをやめて主に 罪を犯すことを決してしないであろうと語りました。このように祈りを通して私たちの灯火魂の灯火を整えてそして油を準備しなければいけません。この油というものは御言葉です。御言葉を聞いて学んでそして消化してしっかりと悟ることその御言葉の中にあるその油が私たちの魂を満たして 私たちの友しびが途絶えることのないよ、う、消えることがないようにするべきだと語っておられるわけです。御言葉と祈りによって私たちの魂を聞かざること、それが聞かざる準備の過程です。第一手もて4章5節を見ると、神様の御言葉と祈りによって清められると語っていますね。また、えー 3番目に、霊なる宝石によって着飾らなければいけません。霊なる宝石によって着飾らなければいけません。ヨハネの目視録21章19節を見ると、都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていたと語っていますね。エルサレムの正殿のその城壁の土台には宝石で飾ら,れ飾られていました。宝石で飾られていたと。同じコスメオという単語が使われています。 ここのの宝石でで飾られたとといいううううはどういうことでしょうか聖書で宝石というのは火と炎を通過して出てきた精錬の実りを意味しています。の実りですからコリント第一の手紙3章12節から13節を見ると誰でも金銀宝石木草または藁を用いて建てるならばそれぞれの仕事ははっきりと分かってくると。すなわち かの火は火の中に現れて、それを明らかにし、またその火はそれぞれの仕事がどんなものであるかを試すと語っていますね。火がですね、私たちを試すわけです。火の精錬を通して私たちの信仰を試すわけです。その炎のような試す、そういうテストを通過すれば私たちは金銀のような宝石となるわけです。また第一ペテロ一章七節でも、 あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊いものとなることを願うと語っておられます宝石というものは火によって試練を受けた精錬された強い信仰を意味するわけですキリストの神父である新しいエルサレム教会は数多くの宝石があると語っています霊的な宝石が必要なわけですね愛する皆さん 私たちは世の中で暮らしていくとき、多くの試練、多くの試し、苦しみ、つらさがあります。しかし、それは意味のないものではありません。神様は私たちを美しい宝石を与えるための試練であることを皆さん悟ってください。また与えてくださるその宝石を望んで、一生懸命力強く皆さんとなることを忍びのまて祝福いたします。 世の中の人は外見的な宝石を好みますよね。英語でこういう言葉があるんですけれども、女の一番親しい友達はダイヤモンドだという言葉があるんですね。イエス・キリストが一番親しいものとならなければいけないのにダイヤモンドだと言うんです。しかし、信徒はどうですか私たちは見えるものではなく見えない宝石です。若い人たちは、 ブリンブリンという言葉を使いますよね。宝石で着飾ることをブリンとブリングと言うんですけれども、英語で。霊的なブリン霊的な飾りをつけなければいけないわけです。神様が見られるときにですねあ、あ,あのエヴァグリーン教会は本当に美しくきれいな教会だと認められる、そういう皆さんとなることを忍びなもて祝福します。しかし、この宝石は 試練を通過しなけければいけませんヤコブ1章2節から4節を見ても私の兄弟たちさまざまな試練に遭う時はそれをこの上ない喜びと思いなさいと試練に遭う時に喜びなさいと語っているんですね3節には信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからですと 忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますと語っています。試練にあって、その試練を打ち勝つことは完全なものと変えられるものであると。ですからそれを喜びを持って迎え入れなさいと語っていますね。また、十二節を見ると、試練に耐える人は幸いですと。 耐え抜いて良しと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですと語っていますね。耐え抜くことによって命の冠を受けるわけです。それが宝石です。ですから忍耐というものも、えー、宝石なんですね。試練に打ち勝つこと、宝石を受けるもの、命,を命の冠を受けることであります。 ヘブル12章5節から6節を見ても神様はご自分の息子をむち打たれると語っていますね。ここを見ると我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められていい終わり果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであると語っていますね。愛する者を鞭打たれると。 その愛する者、この愛する者というのは複数形です。愛する息子たちということです。息子たち。すべての息子たち、すべての信徒、すべての子供たちは必ず神様の愛の無知と試練が与えられるということを意味しています。ですから、なぜあの人は豊かに暮らしているのに私だけ試練に遭うのかなと。そういうい ことを思う必要はないわけです。すべての人に試練が与えられます。その試練を通して私たちの信仰が強められて、新しい完全なものとして生まれ変わるわけです。宝石と変わるわけですね。そして、11節を見ると、ヘブル12章、11節を見ると、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、 後になるとこれによって訓練された人々に平安な木の実を結ば,れ結ばせますと語っています、ね。懲らしみを受けるときは苦しいですよね。しかしその後には訓練された人々には平安な木の実を結ばれると。多くの宝石によって満たされると語っているわけです。愛する皆さん、私たちすべてが 神様の子供であります。息子たちに試練をくださるわけです。必ず試練は与えられます。そういう時に信仰によって勝利して多くの宝石を受ける皆さんとなることを忍びなもて祝福いたします。結論的に、聞かざるすべてのものは神様から準備してくださります。神様の恵みです。神様のプレゼントです。 信仰も神様からら与えられる恵みです神様がくださるものです。神様が恵みをくだされなければ信じることはできません。また私たちに与えられている使命も、また試練も苦しみも神様から与えられるものです。しかしそのすべての苦しみ、試練に打ち勝つことができる力もまた神様が与えてくださるものです。ですから宝石というものはすべて神様から 与えられるものなんですね選ばれた人は神様によって試練を受けることになりますけれどもその力も与えられることを約束されています私たちが行うべきことは何かというとその恵みを受けてつかんで祈りながら勝利すること勝利することが重要なんですね私たちはやるかやらないか 試練に負けけるかか勝つかそれを選べばいいわけです第一コリント10章13節を見ると「あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません」「神は真実な方ですからあなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません」「むしろ耐えるように耐えるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます」と語っていますね。 試練とともに脱出の道も備えてくださると。と雨ですよね。これを信じて、皆さん、進んでいてください。そうすれば必ず勝利し、神様の息子として、またキリストの神父として、多くの宝石のそういう祝福が与えられるということを信じる皆さんとのことを、主の皆も祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様、感謝いたします。今日も私たちを愛してくださり、 神様の宮へと導いてくださり神様の子供としてこのよ場所に集わせてくださり礼拝を捧げるよう導かれ感謝いたします息子たちに鞭を打たれ試練に合わせると語られました試練を受けるときはまた苦しく悲しいかもしれませんしかし神様は試練に合わせ,て合わせながらもそれに合わせながらも 勝利する打ち勝つことのできる道をも備えてくださると語られました神様から与えられる恵みをしっかりとつかんで全ての試練に打ち勝つ勝利するものとなることはできるよう導いてくださいまた多くの宝石によって着飾って神様から一番きれいなものであると認められる神父となることはできるよう祝福してくださいまたえ神様の前に祈りながら 礼に導かれるままいつも歩むことができるよう導いてください。神様の御心を成していく信徒となることができるようどうか導いてください。すべてを祈った通りなされることを信じてイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン